ははい皆さんこんこにちは、えー、レックの専任講師伊坂と申ししまます初めまして今日はですね、えー、司法書士の受験生の皆さんに、えー、ですね、えー、行政書士試験というですね司法書士と非常にですね相性のいい資格試験がありますから、えー、そちらをダブルライセンスで狙ってみませんかという、えー、そういうですね、えー、お誘いのガイダンスをやらせていただきたいと思います。 よろしくお願いしますでですね、えー、司法書士と行政書士というのですね、えー、多分司法書士試験を一生懸命勉強していらっしゃる皆さんは行政書士っていうものがあることはご存知だと思うんですね。えー、でじゃあ行政書士試験っていうのは、えー、司法書士試験の、まあ、ステップアップみたいな感じでですねステップとしてワンステップ目としてですね、えー、行政書士試験受けて受かったら司法書士試験受ける。 そういうういいいイメージを持っていらってらしゃる方が非常に多いと思うんです実際にそうやってる方がたくさんいるんですよね。えー、じゃあですね <laughs> 逆に司法書士試験を合格するようなレベルで勉強し,てる、えー、勉強した、えー、その後にですに、ね、行政書士試験を受けるとおこういうことはどうなんだろうありえるんだろうかありなんだろうかなしなんだろうかというとです、ね、実はこれすごくありなんですね。ありなんです えーまあ、どういうふうにありなのかというのをちょっと説明したいんですけれどもおまずですね、えー、司法書士試験と行政書士試験確かに合格率というところではですね、えー、行政書士試験10%前後、えー、司法書士試験2.6%から2.9%というところで、えーまあ、確かにステップ1行政書士ステップ2司法書士と、えー、そういうふうに考えるのが、まあ、当たり前なのかもしれない。 けれどもですね行政書士資格と司法書士資格っていうのはいわゆる別次元のものもなんですねでそこの辺りについてあまり深く触れることはこのガイダンスではできないですけれども、はいえー、じゃあ行政書士資格を司法書士資格を取った後とかですね司法,書司法書士資格を取りつつですね行政書士も狙っていくというのはですねいいことなのか悪いことなのかというと非常にいいことなんですね。 実務の幅も広がりますし行政書士の資格の勉強をすると実は司法書士試験の勉強にもですね非常に還元が大きいというところがありますのでちょっとその辺りのご説明をしていきたいと思います。まずですね行政書士試験のですね点数の配分というかですねどんな科目が用意されているかというところをちょっと見ていただきたいと思います。行政書士試験 どんんな科目あるんだろううかということいこね、えー、そこまで詳しくご存知でない方もいらっしゃるでしょうからあやっていきますけども、えー、行政書士試験はまず基礎法学っていうのと、えー、憲法というのと憲法というのとで知ってるよね憲法と、えー、民法と、えー、行政法と会社保障法。 で一般知識というですね、えー、この科目でできてるんです。で,、えーですねえー、司法書士試験を受験してる皆さんは憲法と民法と会社法商法はもうすでに勉強が終わっているわけですよね。いいですかねで、えー、じゃあ基礎法学って何なのっていうと基礎法学はですね、えー、三振性の話とかですね 最高裁判所高等裁判所地方裁判所とかそういった話、えー、だとか法文の読み方だとか条文のですね作り方だとか、えーとですね号の違いとか、えー、そういうところ何条1項とか何条何号なんてね、えー、そういうのの違いあったりしますよね、えー、そういうのの違いなので、まあ、司法士試験一生懸命受けてらっしゃる皆さんからしてみればあえて今更ですね、えー、ここだけ勉強するっていうことは必要ないのかなというところです。 で民法とですね憲法と会社法についてなんですがまず憲法については行政書士試験の方がちょっとだけ出る範囲も広く少し知識も深くなってますんで少しだけプラスの勉強が必要になります。で民法に関しては新しく知識を覚えるっていう必要は全くないんですけれども。 まあもう司法書士試験の民法ってね、えー、まあ本当に国家でも最難関の民法に今なってますんで、えー、それ以上知識をプラスする必要はないですが記述というのが実はあるので、えー、記述用に少しブラッシュアップする必要が実はあったりします。 あと、会社法、商法に関しては全くプラスの必要はありません。司法書士試験にですね、合格レベルの知識を持っていらっしゃる方だったら、ここは全く勉強しないでも、ほぼ全問正解狙えるだろうとこういうところになります。えー、まあ商法なんかに関してはちょっと細かい条文出ちゃうときもあって、そこを落とすかもしれないですけど、えー、そんなところ落としても別に痛くもかゆくもないですから、えー、ほぼ勉強なしでプラスなしと。えー、いうふうにですね、考えていただいていいんですね。で、 えー、民法とか憲法に関してはあ記述用に民法の知識をブラッシュアップする、えー、つまりですねただの択一知識ではなくて少し自分でもですねあこれはこの事件はこういう民法の条文を使わなきゃいけないんだとかですね、えー、その時の考え方はこうでこうでというのがですね、まあ、非常に簡単な40文字程度40文字程度の記述なんですけどもそういうのをやることによって。 司法書士試験に戻った時に民法の実力がものすごく伸びているということがありますで、えー、行政書士のですね憲法というのは行政法の元になっている考え方理念というのが憲法の方にありますので、えー、憲法についても少し詳しめにやっていきます、えー、ですから、えー、司法書士試験だと憲法って結構おざなりにされがちじゃないですか、えー、ですからあ意外と憲法苦手なんていう方いるんですけど行政書士試験で憲法をガッと勉強して振り返ってみるとですねおう なんだ司法書士試験の憲法も点数取れるようになってるじゃないかと、えー、こういうことになりますんでね、えー、非常にプラスが大きいぞと、えー、そういうところをお話したしたかったんですね。で、えー、じゃあ行政法の方はどうなんだろうかということねこれ行政法の方はどうなんだろうかねと、えー、これについては皆さん初めての勉強とこういうことになるんですが行政法については当然プラスで覚えていく必要がありますただしこの行政法は非常に長文問題が多いんですね。 条文問題が多いです、えー、ですので民法とか憲法とかについては条文問題っていうのが少なくてですね、えー、一生懸命考え方とかを覚えていかないとなかなかですね実力が伸びていかなくて勉強しても勉強してもなかなか点数伸びません伸びません、ね、それずーっと勉強を繰り返しているうちに何かいつの間にかスーッと点数が伸びていくというこういう瞬間が、まあ、皆さん来たのを覚えてらっしゃると思うんですがつらかったですよね最初の方。 えなんですけど行政法に関してはそういうですねこう耐え忍ぶ期間みたいなのはあほとんどないと思っていただいて結構です。もうお勉強したらその日のうちにですね点数取れるようになってますんで、えー、もうバッと、えー、条文問題が多いので、えー、今日習ったところの問題解いたらすぐできましたとこういうことが多いのが行政法の勉強の特徴です。で、えー、まあ行政法のね、えー、勉強すると司法書士の勉強に何かプラスあるの という風にね思いますよねないならやりたくないよと思いますよね、えー、その辺もちょっとお話しさせてくださいよ、えー、こんな感じです、えー、行政法っていうのはですね実はそういう法律っていうね行政法という法律はないんですねご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、えー、ちょっとこんな感じのイメージ図を書きます行政があって行政主体って言うんですけど行政があって我々一般国民がいます で一般国民から行政に対して何かやってくれとかですねいうことを申請とか言ったりしますね。でその申請に対してこの行政がどうしようかなって考えて処分を下します、はい、でその処分に対して「うんこの処分っておかしくないか法律にのっとった処分じゃなくないか」と。 いうふうに思った場合はですね、えー、そこに対して文句が言えなきゃいけないと。はいえー、行政法っていうのは実はですねこのまず一つ目行政っていうけどこの行政って一体何を示してるのと、えー、例えばこれは国ですよとかですね都道府県ですよとかです市町村ですよとかですね法務省っていうですね省ですね、えー、ですよとか、えー、何々委員会 公安委員会ですよ、農業委員会ですよとかですね、えー、そういう行政の組織を定めた組織法っていうのがありますこの部分とあとは申請があったら行政はどういうふうに処分していかなきゃいけないかっていう手続きを定めた行政手続き法っていうのがあります。で えー、このね手続法に則っった処分がされてないぞと思った時のこの文句言うための手続きですね、えー、こちらが、えー、救済法行政救済法というのがあります、ねえー、この組織法手続法救済法、えー、これらを総称して行政法って呼んでるんですね大丈夫ですかね はい、で、えー、これっていうのは実はですね皆さんがやってる、えー、不動産登記とか商業登記の登記申請ですね、えー、これももろにですね行政に対することなんですね法務局という行政に対して行政サービスに対して、えー、登記申請を行ってで、えー、その登記申請をしたあ、ね、例えば却下されちゃったとかですね、えー、却下処分が出た、えー、そういう時におかしいぞと。 いうふうに文句を言っていく救済法っていうのが、えー、存在していますというような話になります。なのでですね、この行政のですね行政法っていうのを勉強すると、えー、実は日本の仕組みとかですね、えー、日本の行政サービスの仕組みっていうのが非常によくわかるようになってます。えー、ですから。 皆さんもこの勉強をしてからですねまた不動産投機商業投機の勉強に入ると今までなんとなくですね、えー、ぼやーっとしか見えていなかったものがあくっきりとですね視界、えー、良好で、えー、勉強できるようになるというのがあですね、非常にこの行政書士資格を勉強した時のですね、えー、メリットになってます。えー、ですからですねこの司法書士試験を受けつつ行政書士試験を受けてみるだとか司法書士資格を取った後にですね、えー、行政書士を目指してみる。 こういうのはですね非常に実はプラスが多いんですよと、えー、こういうことをお伝えしたかったんですね。はい、えー、まあ行政書士から勉強するっていうねスタートステップ1として行政書士を勉強するって方は非常に多いんですけどそれだとやっぱり初めて法律勉強するという状態なのでそこまで日本の仕組みがどうなんだなとね、えー、日本の行政サービスこうなってんだななんていうことまで、えーねえー、吸収しようっていう。 なんとなくそういう余裕がない状態で勉強を一生懸命ね何とか合格しなきゃってうんでやってる方が多いんですが、えー、司法書士受験生でしたら、えー、さっき言った民法憲法会社法、えー、この辺勉強しないでですね行政法の勉強だけしてればいいという形になりますので、えー、非常にですね余裕持って勉強できますからああなるほど自分が今まで勉強したことってこういうことだったんだなっていうのがね非常に分かるようになるお白い勉強ができるんですよ、えー、そんなことをお話ししたかったんですね。えーまあ、司法書士試験が 終わって、今多分直後だと思うんですけど今だからこそ非常に短期の勉強で、まあ、もう一個のです、ね、行政書士資格が取れるぞというところもです、ね、おすすめですし、ねえー、この勉強をすることによって司法書士の資格試験自体にもいい影響があるぞ。 地方書士の実務に対してもいい影響があるぞということでですね、えー、ちょっとご興味持っていただければなということで、えー、簡単ではありますがお話をさせていただきました是非、えー、皆さんもですねああなるほどな行政書士な、えー、めたもんじゃないなちょっと勉強をしてみようかななんて思っていただいた方は是非一緒に勉強しましょうはい、えー、それでは今なら狙えるですねダブルライセンス取得というえガイダンスでしたが、えー、この辺で終わらせていただきますありがとうございました